今日はアンビュランス、トミカアンビュランスをご紹介します。最初にトヨタクラウンアンビュランス No. 40 scale 7. このアンビュランス、私が子供の頃はこういうアンビュランスでしたね。ずいぶん今と違いますけど、車高がとても低くて、看護婦さんもロングスカート、今思うとちょっと破ったいんですけど、そんな時代の救急車でした。次がですね、では、トミカのキャラバンですね。日産キャラバン、これもたくさんのバリエーションがありますね。キャンピングカーとかレーシングトランスポーターとか、これインテリアはキャンピングカーなんですね。で、ジャパニーズラングエージオンリー、日本語だけの時代です。で、まあ、国際的になってくるといろんな英語ドクターカーとか、そういうあのフォーリンカントリーピープルカムトゥージャパンのため の, あのラングエージがつくようになってきました。で、最近の、これも日産メディオですね。こういう新しいバージョンですね。これがいいんですよね。これドアの方が見やすくてね。ここはセーフティーガラス。セーフティー。これは、まあ無難なところ、救急車でもどっちでも使えます。それから、まあ最近の車種アルファード、トヨタアルファードですね。まあ救急車じゃなくて、こうなんていうかな、輸送というか移動とかそういうものに使ってるですね、トヨタアルファード。で、最後に一番好きなのがスーパーアンビュランス、スーパーアンビュランスという大きなトラック型なんですけど、これは例えば、ウイルスのテロリストのウイルスの攻撃とかあった時に、大きな災害があった時にそこに急行して、救助すると。で、8個のベッドが中に装着できるんですね。こうエマージェンシーホスピタル、治療オフィス、そう、エマージェンシー、エマージェンシー8ベッドあります。ベッドが8個あります。それからウイルスのシールドカプセル、ウイルスのシールドカプセルもあります。これがあの僕の子供がよく遊んでた2000年頃の、ね、ちょうどあのオウム真理教の事件があった時、出てきたのかな。で、これが閉まるんですね。
スーパーアンビュランスです。以上、トミカのアンビュランスでした。 Thank you for watching.